1938年3月31日に発注され、1939年3月1日に寄港した。1940年11月28日に浸水。1941年5月13日に収益し、第四駆逐軍に配属された。収益後、ランスは本国艦隊の艦艇と共にスカパフローを基地とした。5月22日。 ドイツの戦艦ビスマルク捜索にあたる戦艦キング・ジョージ5世を護衛。ランスは海上で故障が発生し、本国艦隊から分かれてスカパフローに戻った。5月26日には再び捜索に加わり、ビスマルクの撃沈後はイギリスに帰還するキング・ジョージ5世を護衛した。6月、ランスはウエスタンアプローチ艦区の第11護衛グループに配属され、 クリーノックを拠点とした。6月22日、マルタへの航空機輸送作戦の一部として、ランス特区艦リージョンは空母フューリアスをジブラルタルまで護衛した。ランスはその後も、マルタへ向かう空母アークロイヤルなどの護衛を行った。7月にはランスはクリーノックに戻り、船団護衛任務に戻った。8月もノースウエスタンアプローチを通過する船団の 護衛に従事し、同月末には地中海での船団護衛に投入されるため、ジブラルタルへ移った。ランスはマルタへ向かう船団の護衛を続け、ハルバード作戦でも船団の護衛を行った。10月1日から12日まで整備が行われ、それからランスは警部隊に加わった。11月9日、警部隊はイタリア駆逐艦に護衛された7隻の船からなる。 戦団を攻撃し、その戦団を壊滅させた。ターラントからベンガジへと向かう敵戦団の報告を受けて、ランスは、軽部隊と共に11月23日に、マルタから出撃。11月24日、軽部隊は、イタリアの水雷艇2隻に護衛された、ドイツの補給船マリッツァとプラスギスを発見し、2隻とも、沈めた。 マルタでの短いドック入りの後、ランスは、戦団護衛に戻った。12月17日、第一次シルテワン海戦に参加。12月19日、キライハラに入ってしまった、警部隊艦艇の救援活動に参加。1932年1月は、地中海での戦団護衛で費やされた。2月、第22駆逐軍に転籍。同月、 メガワット級戦団の護衛に当たる。4月5日の空襲で、マルタでドックに入っていたランスに爆弾が命中。さらに4月9日にも爆弾が命中した。ランスはチャタム交渉へと栄光されたが、そこで全損と判定された。ありがとうございます。